新式 bmi を用いたコミュニケーションのズブレイン・マシン・インターフェースとは、脳波等の検出、あるいは逆に脳への刺激などといった手法により、脳とコンピュータなどとのインターフェースを取る、機器等の総称である。接続先がコンピュータである場合には、ブレイン・コンピュータ・インターフェースとも呼ばれる。ブレイン・マシン・インターフェースは、脳波などの脳活動を利用して、機械を操作したり、 カメラ映像などを脳への直接刺激によって感覚器を介さずに入力することを可能にする。信号源及び操作対象である脳と機械をつなぐ存在、脳波を読み取る脳波センサーや脳波を解析するプログラムなどを総称して BMI と呼ぶ。脳信号の読み取りでは脳の神経ネットワークに流れる微弱な電流から出る脳波や 脳活動による血流量変化など脳の活動に伴う信号を検知、解析することによって人の思念を読み取る。これを機械への入力、命令へ変換することによって脳と機器を直結することができる。例えば、テレビのチャンネルを 1CH に変えたいという脳波を BMI が読み取り、この脳波を検知した BMI はテレビを 1CH へ。 切り替えるスイッチへ信号を送ることにより、願うだけでテレビチャンネルを変更することが可能になる。脳への刺激では、センサーなどによる情報をもとに脳を直接刺激することによって機械からの情報を脳へダイレクトに伝えることができる。例えば飛行機から撮影した空撮映像を BMI に対して入力し、BMI がこれを適切な脳刺激の形に変換。 高等用の四角屋に対して直刺激することによって家にいながら空撮映像が脳裏に浮かぶことが可能になる。情報の流れが一方通行の片方向インターフェースと相互疎通が可能な双方向インターフェースが想定されているが現在実現しつつあるのは一方通行の片方向インターフェース技術のみである。片方向きインターフェースでは一方通行の 情報伝達を行い、脳から命令をコンピュータが受ける、電気信号に変換するか、コンピュータからの電気信号を脳波に変換する。SF 等で想定されている、双方向インターフェースでは、脳と外部機器との間で情報を交換、共有するため、人、または動物と機械が一体化することになるが、現実には動物実験、人体実験とも移植は成功していない。 ここで言う脳とは心や精神ではなく物質として存在する有機生命の神経系そのものを指す。実際に BMI をはじめとするマンマシンインターフェースの研究が始まったのは1970年代頃で実際に人体に外部機器が移植されたのは1990年代中頃になってからである。21世紀に入り機能としては 不十分ながら視覚や聴覚を補助する人工感覚機器やモーターによって動作する義手、義足といった BMI 機器の人間への移植事例がすでに存在する信号を膝上部分の筋肉が発する電磁パルスから読み取っている。また、これまでの実験を通して分かったことは BMI を移植した際の脳の適応性が大きい点である。近年の技術や知識の進展で BMI 技術は人間の機能拡大をもたらすと考えられている。最も極端な例では2040年代にテセウスの船のような手法で機械に脳機能を移植することが可能になるとする予測もある。この技術が現実味を帯びてきたのは1990年代以降 MRI などといった生きたまま脳の活動を観測する脳機能イメージング技術ができた頃である。 BMI は頭蓋骨の解凍を伴う侵襲式と頭蓋骨の解凍を伴わない非侵襲式の2種類に対別される。またこの2種類を組み合わせることでより実用的かつ高度的な活動が可能になる。電極等を直接脳に接触させるか否かという分類について、ニューラリンク社の BMI を脳に埋め込むための手術ロボット、 代表的な侵襲式 BMI はが挙げられる。イコグは、硬膜下など、比較的安全な場所に電極を設置する方法であり、細胞外記録は脳に直接電極を埋め込む方法である。また、脳のニューロン一本一本に血液を供給している、毛細血管に100ナノメートルほどの極細アイアを、通し、脳内のニューロンすべてにアクセスするという研究も行われている。 新習式は精度の高い読み取りが可能だが、手術による感染症、脳の損傷といったリスク、電極の経年劣化といった問題点がある。新習式 BMI の開発では、イーロンマスク率いるニューラリンクが著名である。ニューラリンク社は様々な身体障害や精神疾患を BMI を通じて治療することを目指すとともに、 AI が急速な発展を遂げる時代において、人間が AI との競争に勝利するために、人間の機能を拡張することを最終目標としている。代表的な非侵襲式 BMI はが挙げられる。非侵襲式では脳を損傷するリスクが少ないこと、人での研究が比較的容易であることから研究が進んできたが、イーグに関しては、頭蓋骨などの影響で脳波が変化してしまい。 新集式と比較して空間分解能が劣るなどの問題点がある。これら技術により神経科学と電子工学が融合して神経工学と呼ばれる新たな分野が誕生した。非新集式 BMI では Facebook が率先して開発を行っている。2019年にスタートアップの CTRL ラブス社を買収しセンサーでノウハウを読み取って機械に それを出力することにより、考えるだけで文字入力可能なデバイスの実現を目指している。脳波を何らかの目的に利用するために、生データから特徴的な成分を抽出することがある。脳波の特徴抽出には、様々な方法がある。特徴抽出によって得られた特徴ベクトルを用いて、脳波と作用対象を結びつける。その方法としてはなどがある。 明治的な特徴抽出をせずに、エンドツーエンドに学習させる、畳み込みニューラルネットワークのような手法も存在する。ニューヨーク州立大学のジョン・シェーピン教授による、マウスでの実験では、脳の快感を近くする場所に、電気刺激を送って、物理的に手なずけることで、自在に進行方向を命令するなどの顕著な例も、見られる。ありがとうございます。